来るかな。はい、こんばんは、木村大輔です。今準備中ですね。もう少しで開始します。少しお待ちください。どうしよう、最後の確認。あ、高坊さんありがとうございます。じゃあちょっと少しリハーサル。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。沖縄大好きの今日の大好き。はい、最後にじゃあ音確認してから開始しますね。あ、皆さんせっかくなんで、あのハッシュタグ大好き叫べってつけてコメントお願いしてもいいですか。せっかくなので久しぶりに FM 技能セカンドから配信してるので、ぜひよろしくお願いします。この後今からですね、すぐ8月17日、17日土曜日分ですね、収録いたします。はい。よし。はい。じゃあ、早速ですね、行きたいと思います。はい、じゃあ大好きを叫ぼう、大好きを叫ぼう、大好きを叫ぼう、いきます。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。はい、8月17日土曜日、時刻は深夜1時を回りました。皆様こんばんは、ということで、始まりました、沖縄大好きの大好きを叫ぼう第16回目でございます。はい、ということで、沖縄県宜野湾市急那にございます、79.7MHz FM 宜野湾の B スタジオから収録放送でお送りいたします。MC は沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。よろしくお願いします。さあ、ということで、先週に引き続き、私、沖縄大好きソロ放送でお送りしてまいりますので、皆様どうぞ最後までよろしくお願いします。この番組では皆様からの大好きなものに関するメッセージを募集しています。アニメや漫画、音楽など好きなものであればジャンルは一切問いません。これから大好きになるもの、そして大好きになりたいものでも、私たちへの応援メッセージでも OK です。メールアドレスはすべて小文字で 797@fmginowan.com まで。もう一度繰り返します。数字の 797@fmginowan.com まで、懸命に沖縄大好きの大好きを叫ぼうと書いてお送りください。そして FM ギノワンではラジオだけではなく、ツイキャス、YouTube、リッスンラジオ、マイチューナーラジオからでも聞くことができます。ぜひ皆様の環境に合わせて番組を楽しみください。そして番組専用の X とハッシュタグがございます。アカウントは @大好きラブ797、皆様からのフォローお待ちしております。そしてハッシュタグはシャープ大好き叫べとつけてコメントの参加よろしくお願いします。私沖縄大好きも、実況に参加しております。さあ、ということでツイキャスの皆さん、はい、ありがとうございます。もう早速コメントいっぱい来てますね。ありがとうございます。はい。まあ、今月はですね、まあ、7月の後半は、ほとんど、まあ、沖縄大好きソロ放送、まあ、ゲストさん交えてのソロ放送とかも多かったんですが、まあ、8月ですね、まあ、終わり頃に、久しぶりにあかりんさんとも収録する予定でございますので、ぜひぜひ皆様、あかりんさんへの応援メッセージもぜひよろしくお願いいたします。
はい、もう、まあ、最近はですね、沖縄大好きの、まあ、大好きお酒ボーンの専用 X でツイキャス配信していたんですが、今回は久しぶりに FM 技能セカンドからツイキャス配信しております。本当にありがとうございます。皆さん来てくださって。さあ、ということで CM の後、皆様からいただいているメッセージとツイキャスのコメントを拾っていきますよ。ということで、それでは一旦 CM です。はい、ということで皆さんありがとうございます。じゃあこの後すぐ、CM 明けですね、入れていきますね。はい、今隣のスタジオではですね、吉村亮さんのどこかの領事館も放送しておりますので、皆さんぜひどちらもですね、コメントメッセージよろしくお願いいたします。さあ、CM 開けていきますね。はい、では行きまーす。3、2、1。はい、改めまして皆様こんばんは。沖縄大好きの大好きを叫ぼう、沖縄大好きです。それでは皆様から届いているツイキャスのコメントメッセージを紹介していきたいと思います。まあ、その前にですね、今ラジオからお聞きの皆様、今すごいなんか魂のこもった楽曲流れているのお気づきでしょうか。今ラジオを聞きの皆様はですね、聞こえてらっしゃると思いますが、生間明さん、そして平田大地さんのダイナミック琉球を流しております。はい、ということで、まあ、8月17日ということで、まあ、日付変わって18日日曜日。まあ、今週金曜日はですね、まあ、運慶、中日、そしてウークイということで、沖縄は旧盆に突入しております。まあ、放送ではもう、ウークイに突入しているということなんですが、皆様、沖縄の旧盆、いかがお過ごしでしょうか。さあ、ということでですね、メッセージも届いておりますが、まずツイキャスのコメントから拾っていきましょう。いや、皆さん、本当にありがとうございます。ですね、いました、いました。それではまず、トップバッター、この方がご紹介していきましょう。タカボさん、ちゃんおかさん、ワッチーさん、ティンクルちゃん、それから、味噌煮込みスキーさん、名古屋のダンサーさんも来ております。ありがとうございます。ちょっとコメント拾いますね。高坊さん、沖縄大好きさん、こんばんはんで、おー、ちょ。高坊さん、ここ、RBC、アイラジオではございません。こちら、FM ギノワンでございます。ワンで、僕も大好きです。ということで、ありがとうございます。自由気まま配信、アットマーク、ワッチーさんということで、ワッチーさんありがとうございます。沖縄大好きさん、皆さんこんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちゃんおかさん、叫べということでありがとうございます。ダカボさん、ラブ沖縄さん、ドカーンということで、アイテムもありがとうございます。ぜひぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、ティンクリちゃん、こんばんは。メール送り忘れました。大丈夫ですよ。コメントにぜひぜひよろしくお願いいたします。それから、味噌煮込みスキーさん、こんばんは。ツイキャスコメント、リアタイできてる。ありがとうございます。そして、名古屋のダンサーズさん、お疲れ様です。昨日はメールありがとうございます。いえ、こちらこそ、メッセージありがとうございました。まあ、旧名古屋さん、まあ、収録日では水曜日なので、まあ、昨日になるんですが、なんと、滑り王子マスクマンさんが、バケーション中だったということで、お二人の放送会でした。いつ、来るかな王子。ということで、来週の旧名古屋、楽しみにしております。それから、ちゃんおかさん、その T シャツ、クールだな。ありがとうございます。バッチーさん、日本全国無料で聴けるという贅沢なラジオということで、本当ですよね。リッスンラジオ、マイチューナーラジオというですね、アプリが皆さんございまして、そこから、全部の曲ではないんですが、
47都道府県のコミュニティ FM 局がなんと無料で聴けるんですよね。で、FM ギノワンもその中に入っておりまして、皆さんぜひぜひ、FM ギノワンの番組たくさんお楽しみくださいということで、みそにこみすきーさん、メール間に合いそうにないので、今の大好きを叫ぶなら、シードル、あ、かっこリンゴのお酒、リンゴのお酒が大好きなんですね。美味しいのは、愛知県には少なく、長野県にいっぱい売ってるってことで、あ、じゃあ長野に行けばいっぱいあるんですかね、そのシードルっていうリンゴのお酒があるそうですよ。皆さんぜひチェックしてみてください。ちなみに、みそにこみすきーさん、そのシードルってお酒って、どんな感じですか？ちょっと甘かったりしますか？その味の感想もお聞きしたいです。それから、高穂さん、なんでワンデイじゃないか、こら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 。ちゃんおかさん、名古屋率高いなありがとうございます。本当に皆さん。本当になんか、FM ギノワンさんも、なんか結構すごい名古屋のとつながりって結構ありますよね。それこそ、沖縄ティッシュパパヤーさんとか、まあ、ラントさんとかも、まあ、旧名古屋の皆さんもそうですけど、愛知県イコール沖縄県、結構つながってますよね。絆というものが。ということで、サッチーさん、こんばんみ、ありがとうございます。さあ、ということで、久しぶりに連続で喋りましたが、メッセージもご紹介していきましょう。ラジオネーム、サクサクさんです。ありがとうございます。8月17日収録用のメッセージです。こんばんは、サクサクです。私が FM ギノワンで聞いている番組は、水曜深夜の、ナイトタイムミュージック。あ、はいはいはい。木曜深夜のスリップビート、そして日曜より放送しているももクロについて、語る1時間番組、チラノフ、夜話、ダブルゼータ版、ダブルゼータ版です。失礼しました。あ、もちろんこの番組もですよ。ありがとうございます。ほっと一息入れたい時や眠る前の音も、そして自分の好きなアーティストの話ができるこの場所が、私は大好きです。他にも FM 技能には楽しい番組が盛りだくさんですが、ここ最近慌ただしくて、以前のようにゆっくりラジオを楽しむ心の余裕が少なくなってしまい、歯がゆい思いをしている私です。でも、ラジオを楽しみたいっていう気持ちは変わらないので、自分のペースで4な4なやっていけたらなと思っています。ちょっと重たい内容になってすみません。ではでは、今夜もラジオを楽しまれてくださいね。ということで、ありがとうございます。あ、いやもう、ありがとうございます、サクサクさん。全然もう、お時間がある際で全然大丈夫なので、これからもメッセージお待ちしておりますよ。本当にありがとうございます。追加のコメント来てますね。ワッチーさん、キーナプラス、名古屋渡して、キー名古屋。キーナ、ギノワンと名古屋、勝手に兄弟と思ってる。僕もそう思ってます。そう、名古屋で思い出したんですけど、まあ、ちょっと名古屋ではないんですが、愛知県の東海市にあるメディアス FM さんっていうコミュニティ FM がありまして、僕も実はその番組聞いてるんですね。メディアス FM さんの、まあ、ちょっと仕事の時間で聞けない番組がほとんどなんですけど、お休みの時は、お昼の番組、正月834っていう番組聞いてるんですよ。笑う活動と書いて、正月834っていう番組で、名古屋で活動していた元アイドル教室の堀理恵ちゃん、今別のグループで今活動しているんですが、その、堀ちゃんがですね、今やっているそのメイン番組、メインパーソナリティやっている番組で、毎週木曜日のお昼の12時から夕方の4時まで放送してるんですね。僕そこの番組もよく、聞いているんですが、すごい面白いです。テーマに沿ったその番組に、ついてね、まあお話ししつつ、堀ちゃん自身もですね、野球がすごく、まあ、好きということもございまして、その野球に関する話題とかも、よくお話ししてくれるんですよね。ですね、あともう一人、アイドル教室、その、まあ、元アイドル教室、堀理恵さん、今ですね、その別のグループなんですけど、フェアリーテイルズってグループですね、そちらでも活動しております。で、あと、僕、その、正月834でもう一人ですね、何さんだったかな、ちょっと待ってくださいね。ここ最近ちょっと聞けてないせいもあって、今一瞬ちょっと飛んじゃったんですけど、あ、土井康成さんですね。土井康成さんっていう方もですね、一緒にお二人で番組やってるんですけど、そう、自分ちょっと以前に、その、正月834にも、ちょっとメッセージ出したことがあって、で、それ、土井さんから、その、
返事が届いたことがありまして、ラジオのスタッフさんから聞きました。頑張ってくださいねっていう、温かいコメント来てくださったんです。僕がそのラジオ番組始めますよっていう、報告をしたんですね。その温かいメッセージが来たときはすごく嬉しくて、で、またちょっと別の日はですね、堀井理恵ちゃんがいるそのフェアリーテイルズの、オンライントークがあったんですね。オンライントークイベント。トークポットっていうアプリがあるんですけど、そちらでも、ちょっと実はラジオ、始めましたっていうのを報告したんですね。まあ、もともと、ラジオやりますっていうのを、ちょっと決めていたので、叶いますっていうのを、ちょっとご本人にも、別の、そのアイドル教室の時のトークポートでも、ちょっと話したんですけど、それやっと報告もできて、やっと一歩前進できたっていうわけなんですね。いつかですね、ちょっとアイドル教室とか、フェアリーテイズの、フェアリーテイルズのこともですね、ちょっとまたご紹介できたらなと思っております。はい、ということで、ちょっともう結構一人で喋っちゃってますが、味噌煮込みスキーさん、ツイキャス来てますね。シードルはスパークリングワインよりアルコールが低く、炭酸も優しい。もう、甘くて飲みやすいですよ。フルーティーな香りも魅力です。お、気になりますね。ぜひ、じゃあちょっと、後ほどですね、まあ、収録の後にちょっとチェックしてみたいと思います。ありがとうございます。それから、追加で、ワッチーさんに向けてですね、味噌煮込みスキーさん、ワッチーさん、素敵なコメントできてます。ありがとうございます。ね、本当にそうですよね。もう、ワッチーさんのコメントもすごく温かいですよ、本当に。本当にありがとうございます。皆さん、沖縄も愛してくれて、愛知県も愛してくれて、沖縄県民としては、まず沖縄を愛してくれてありがとうございます。何の挨拶これということなんですけど、それとですね、ちょっと僕一つ報告したいことがありまして、以前、放送でお話しした、那覇青少年舞台プログラムの、那覇センセーションの舞台がですね、無事に終わりまして、演出を務めている後輩からですね、その Facebook、SNS をちょっと見させてもらったんですけど、なんとすごいことに、あんなにかっこいい姿を見せられて感動が100倍でしたっていうほどです。もう皆さん後輩の皆さんも無事に舞台公演を成功させることができたということでですね、SNS の報告いただきました。那覇青少年舞台プログラムの皆さん本当にお疲れ様でした。またちょっとお時間あったら稽古にまた顔出していきたいなと思います。もしタイミングが合えばぜひ僕の番組にまたメッセージとか、ゲストでぜひ遊びにいらしてください。ということで、ちょっとしたまあ伝達でございました。はい。さて、もう一つ。まあ、先ほど僕ですね、オープニングでも、まあ、オープニングでもっていうか、先ほどのトークの中でも、まあ、旧盆の話をまあちょっとさせていただきまして、まあ、旧盆といえば、沖縄ではまあ、伝統エイサーがまあメインでございますが、そのエイサーということで、今、ラジオではもうエイサー楽曲に使われている曲をですね、中心に今、ラジオで BGM 流しております。先ほど流したのは、城間健一さんの河原山節。そして今ラジオで流れておりますの秀勝さんのミルクムナリでございます。ですね、実はこの、先ほど出てきたその、河原山節、城間健一さんの河原山節、そして今ミルクムナリ秀勝さん流れてるんですが、小学生の頃僕創作エイサーで実はどちらも踊ったことあるんですね。で、この後流れるリンケンバンドさんの練習くずちも実はプレイリストに今回入れさせていただいたんですが、年中くずちもですね、踊りました、僕。本当に僕のその馴染みのある楽曲を、まあ、ちょっと中心にですね、入れさせていただきました。先ほど流れたダイナミック琉球をですね、現代版組踊り時代に、踊らせていただきまして、まあ、僕はその男性アンサンブルっていうパートをやってたんですね。まあ、具体的にどういうパートかっていうと、エイサーとか空手のその演舞が入った、パートをやっていたんですが、その空手の演舞もですね、やらせていただいたこともあって、ちょっと自慢になっちゃうかもしれないんですけど、今も振り付け覚えてまして、踊れます。何の自慢じゃっていう話なんですけど、ちょっとだけ、自慢してみました、自分のことも。はい。まあ、そんなわけで、まあ、今週は、まあ、その、旧盆ということもございまして、沖縄のエイサーソングをまあ中心にちょっと流しております。皆さんちなみにですね、好きなエイサーの、ま、青年会とか、好きな楽曲ってあればぜひコメントで教えていただけたらなと思います。
まあ、以前、サッチーさんの気まぐれラジオでもその話が出てたんですが、僕は先ほど言ったそのミルクムナリとか、河原山節も好きですね。あとは、あともう一つ好きなのは、ケチャンバっていう楽曲もあるんですよ。城間健一さんのケチャンバ。この楽曲は、城間健一さんの、まあ、多分相性でるケンちゃんと、でサンバを、造語させて、ケチャンバっていう楽曲があるんですけど、やっぱり城間健一さんならではのそのロック調の楽曲であって、すごくかっこいいんですよ。捜査警察時代にもその踊らせていただいて、昔、小学生の頃に出演させていただいた、琉球民族の祭典っていうイベントが、昔、大野山陸上競技場で開催されてたんですね。で、そこで、城間健一さんの生歌とともにですね、捜査警察チーム全体で、僕も含めてですね、踊らせていただいたんですけども、迫力がすごかったです、やっぱり。普段、地声でお話しされている城間健一さん、そして、実際に歌われている時の歌声の、まあ、その城間健一さんって、めちゃくちゃすごいパワフルでかっこいいんですよね、本当に。ぜひですね、僕としてはその城間健一さんの楽曲、皆さんにもお勧めしたいんですが、沖縄ヒーローズファンとしては、龍神マ部屋に出てくる、龍神悲しいっていらっしゃいますよね。龍をモチーフにした青い、クールなヒーローがいるんですが、マ部屋のお兄ちゃん、その悲しいのテーマソングを歌っているのも、城間健一さんなんですよ。健一っていうの、名前で、アーティスト名載ってますので、ぜひ皆さん、おすすめしますので、ぜひ聴いてみてください。めちゃくちゃかっこいいです。そして、味噌煮込みスキーさん、先ほどの青年会の話ですね。沖縄市中野町青年会、愛知で昨年演舞あり、感動しましたということで、そういえばそうでしたね。愛知でもなんか演舞されてましたよね。中野町青年会に皆さん、今年はですね、ちょっとまた見れたらいいなって僕も思っているんですが、さあ、ということで今、ラジオでは、リンケンバンドさんの年中クルチを、お送りしております。そして、そのままですね、ちょっとコーナーの方に行きたいと思います。それではですね、続いてのコーナーは、沖縄大好きの今日の大好きでございます。それでは皆さん行きますよ。続いては、このコーナー。沖縄大好きの今日の大好き。はい、ということで、このコーナーは私、沖縄大好きが紹介したい作品やキャラクター、もう好きなものをですね、熱く語る、コーナーとなっております。今回ですね、SNS でも告知させていただきましたが、今回ご紹介するのは、FM ギノワンの、ラジオ番組、こちらをご紹介したいと思います。その名も、フリムーンラジオということで、フリムーンラジオについてご紹介していきたいと思います。それではまずはこちらの楽曲をお聴きください。上り川聖人さんで、冷やみ勝ち節です。それではどうぞ。さあ、ラジオを聴きの皆様、聞こえますでしょうか？この素晴らしい、優しい、三振の音色でございます。さあ、お時間も迫ってますので、早速ご紹介していきます。毎週水曜日夜21時から放送中のフリムーンラジオ。長年、ラジオ好きが、ごめんなさい、もう一度いきます。長年、ラジオ好きが集まって、ラジオやっちゃいました。リスナーのリスナーによるリスナーのためのラジオメール採用率 100% を目指しますということで、こちら FM ギノワンの公式ホームページからですね、ちょっと引用させていただきました。なんとも FM ギノワンの開局時からですね、スタートしたラジオ番組ということなんですが、はい、現在もスポンサーさん募集中とのことでございます。そしてメンバーはですね、ミキサー担当エコザイルさん、ラルトラさん、ホワイティ西原さん、津波千秋さん、そしてマンスリーゲストにラッパーのジャパナさんを含めて5名でお送りしております。毎週メッセージテーマをもとに、素敵なゲストさんをお迎えしてゲストさんの、トークをですね、お送りしているラジオ番組ということなんですけど、もうFM ギノワンさんって結構リスナーさんがラジオをやっている番組が結構多くてですね、
その中でもフリムラジオさんもそうなんですが、まあ、メンバーも変わる変わるということで、やってて、今のメンバーになったわけなんですが、今コメントいただいた、名古屋のダンサーズさんも、実は元、フリムラジオの初期メンバーだったということでですね、ご紹介しております。あの頃まだちょっと僕聞けてないんですけど、電話でなんか皆さんご紹介されたというお話も実は聞いております。そして、味噌煮込みスキーさんも、その初期メンバーにはヒーフーミーさん、旧名古屋メンバーがということで、もう豪華ですよね、そう考えたら。もうメンバーが豪華すぎて、ちょっと僕びっくりなんですけど、そこからフリムラジオさんから、旧名古屋、皆さん旧名古屋って番組に、独立されたということなんですけど、まあ、でも、こうやってですね、リスナーさんが繋がって、番組を盛り上げるっていう意味では、本当にラジオ好きとしては本当に、もう、言葉ではうまくどう表現すればいいかわからないんですけども、とにかく楽しい気持ちになれるっていう意味では本当に素敵ですよね。そしてですね、そのフリームラジオさん、僕も7月の最後の放送に、ゲストでお邪魔させていただきました。皆さん、その節は、お世話になりました。ありがとうございました。ということなんですけども、450回も、超えまして、ゆくゆくは460回、70回、80回、90回、そして500回まで、500回、そして、どん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 ですね、これからも FM ギノワンに愛される番組でありますように、これからも僕もリスナーとしてフリムラジオさん応援しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ちなみに7月最後僕が出演した回では451回目ということでした。そしてですね、毎年慰霊の日にはですね、平和についてですね、考えるということでメッセージテーマはこの平和をもとにですね、お送りしている回もございますので、ぜひ皆さん、そちらもですね、チェックしていただけたらと思います。さあ、ということで、お時間が迫りました。沖縄大好きの今日の大好き。今回ご紹介したのは、フリムンラジオでした。それでは、エンディングに移らせていただきます。さあ、ということで、もうお時間迫ってますので、はい。久しぶりにこちらを流しております。ラブライブサンシャイン、アクアで、勇気はどこに、君の胸にでございます。さあ、皆さん、ちょっとギリギリになっちゃいましたが、コメントたくさんありがとうございました。この後は、FM ギノワミュージックセレクション、そして午前3時からは山内30分の放送がございますので、ぜひこのままですね、そのまま 79.7MHz、FM ギノワの番組をお楽しみください。ということで、お送りしたのは私、沖縄大好きでした。それでは、おやすみなさーい。はい、ということで皆さん、ありがとうございます。ごめんなさい。ちょっと時間見ながらやってたんですけど、ちょっとギリギリになっちゃいました。でもありがとうございました。ちょっとコメント、拾えなかった分、こちらで拾っていきたいと思います。この後すぐまたちょっと2週目撮りますので、よろしくお願いいたします。サッチーさんはですね、先週のオンエアでお話ししたんですが、好きな青年会は沖縄市久保田青年会が好き。あと、小屋青年会と中野町青年会も好き。ありがとうございます。ワッチーさん。最近は FM 技能の番組ばっかり聞いています。その中でも旧名古屋、山内30分、とある喫茶が特にお気に入りです。ということで、まなみんさん聞いてますか？とある喫茶、お気に入り入ってます。そして山内さん、山内30分も入ってます。本当はもっといっぱいあるのですがね、ということで、ありがとうございます。ということで、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。それから、ワッチーさんもフリームラジオ最近聞き始めたばかりの細かくはよく知らない。そう、僕もですね、一回、初期のフリームラジオさん少しだけ聞かせていただいた時があって、で、そこからちょっと離れちゃったんですけど、リスナー投稿を再開してから聞くようになりまして、まあ、そこから、フリームラジオさんも、そして旧名古屋さんも、どの番組をたくさん聞くように、まあ、なったわけなんですね。そして、高尾さん、お疲れさんで、ありがとうございます。味噌煮込みスキーさん、ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。そして、ワッチーさん、1回目の収録、お疲れ様です。ありがとうございます。では、一旦ツイキャス切ってですね、またこの後すぐ再開しますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、後ほど。